よお前ら、俺様だ。もうね、夜だけど、それでも地球の裏側で太陽はボーボー燃えてますね。はい、で、ここはね、福島駅の前ですね。東口だか西口だかちょっとよくわかんないけど、多分西口ですかね。はい。ね、今日はね、ちょっと夜の福島駅前を散歩します。はい。はい、ここね、なんか、謎の巨大なオブジェがありますね。で、後ろのホテルのね、なんか光ってるところがおしっこ色ですね。で、この下に咲いてるね、花もおしっこ色の花が多いですね。はい、こっちがね、福島駅のね、駅の建物の方ですね。で、福島駅、福島ステーションって書いてあります。地盤やん色です。はい。で、こっちはなんか、ロータリーでしょうかね。で、目の前には、イトーヨーカ堂がありますね。で、イトーヨーカ堂って光ってる文字が地盤やん色ですね。あ、で、そこの駐車場の車の生産機がおしっこ色ですね。はい、どこでも同じですけどね、郵便ポストが地盤やん色で、点字ブロックがおしっこ色ですね。はい、生鮮食品館、ピポットって、書いてありますね。地盤やん色で書いてあります。で、なんか小学校の理科の時に使った駒込ピペットを思い出しますね。こっちはなんか真っ暗ですね。繁華街は反対側なんでしょうか。そこにアパホテルがありますね。俺様は泊まらないけどね。はい、こっちがね、福島駅の西口のね、あの夜景ですね。今夜景ってほどのものでもないけどね。はい、洋華堂となんかホテル、あとトヨタゲンタリスがありますね。はい、駅の反対側に来ました。なんかね、紫色の謎のタワーが建ってますね。なんでしょう、福島タワーでしょうか。で、なんとかシティホテル、リッチホテルか、福島リッチホテルってなんか地盤屋色で書いてありますね。はい、じゃあね、ちょっと東口の方に行きましょう。はい、見てください、このね、立派な柱、地盤屋色です。はい、東口に来ました。ここはね、ちょっと見覚えがありますね。去年の7月にね、あの、なんだっけ、日本縦断自撮り企画の時にね、あの福島で乗り換えでちょっと言ったけどね、まだ時間がなかったからちょっとコンビニでね、その時はなんかおにぎり買っただけだったんで動画は撮ってなかったんですけどね。はい、俺様去年もね、去年の7月もね、はい、ここに来てますね。はい、はい、あのね、エスパルってね、光ってるところが地盤やん色で、で、なんか俺様目が悪いから よく見えないんだけど、あそこのラーメン屋でしょうかね、なんか地盤やん色ですね。はい、で、ここも何でしょう、なんかのデパートかなんかよくわかんないけどね、この建物上の部分がね、地盤やん色に光ってますね。はい、ということでね、今日は夜の福島駅前でした。はい、お前らも福島に行きましょう。それではさようなら。ボー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 ボ